皆さんこんばんは。世にも放映な物語のストーリーテラーハモリです。これからあなたは世にも放映な物語を体験することになるでしょう。本日から3夜連続であなたを放映の世界へお連れいたします。本日は第2夜、3名の人物があなたを放映の世界でお待ちしておりますよ。準備はできましたか？それではご案内いたします。どうぞ。思えば、いつも私はあなたのことを気にしていたの。あ、私が気をつけていたこと、それはあなたと会うときはあなたと同じ赤い服を着ること。それにあなたの好きなというよりあなたに合う和食を用意すること。そしてできるだけ一緒にご飯を食べること。いただきます。でも最近は私が仕事で忙しくてあなたとの時間を過ごせないでいた。今まで気を使えていたこともどんどん気を使えなくなって、気持ちが離れているのをお互いに感じてたと思う。今思うと本当に自分勝手だったと思うけど、仕事に余裕ができてあなたに無性に会いたくなったの。早く早く会いたくて私はすごく張り切ってた。でもとても大切なことを忘れていたの。
やっぱりあなたと会う時は赤い服じゃないといけなかったみたい。いつも落としちゃうから。大好きなあなたの欠点を言うなら一つ、君という明太子が赤いこと。いかがでしたでしょうか。あなたはすでに吠えの扉を開けているかもしれません。それでは明日の夜またお会いしましょう。